こんばんは。今回は6月14日リリース新信長の野望やってきます。ちょっとねこのゲームやりたくて待ってました。光栄が出してる、日本の光栄ですねが出してるゲームで、信長の野望ってタイトルのゲームがあるし、あと三国志も、皆さん知ってると思うんですけど、自分がやってるシミュレーションゲームになります。今までやってきた雷金とか、あとインフィニティキングダムとかいろいろやってると思うんですけど、レジェンドオブハーンとかねやってきたと思うんですけど、大三国志もそうですね、覇王の行もそうですね、同じですね、同じ感じのゲームですね。自分の、本拠地っていうか町づくりして兵作って戦争する、それのオンラインのゲームになってます。一つねちょっと気になるのは、このちょっと前に三国志の新選ってこの同じ光栄さんから出してるゲームがあって、それがちょっとね自分いまいちだったんですよ、ハマんなかったんで、そこだけちょっと気になってるんですけど、このタイトルはちょっとね期待してました。なんかグラフィックとかも良さそうなんで、ちょっと楽しみです。やっていきます。サーバーは全部で今10あるみたいですね。お城の名前がついてるみたい、小田原とか姫路とか、あと名古屋とか。一番新しいやつの方がいいのかな。そうね、最新のやつにしようか。時は遡り戦国時代、日の本全土が戦火に覆われ、あまたの命を落とした。慣れた日の本に一人の男が立ち上がる。男、織田信長。尾張の大御付と呼ばれたその男は、古き世の権力者たちをなぎ払い、日の本を次の時代へ。これよ新たな歴史が明ける。ちょっと重かったな。せっかくのオープニングがね。ここからキャラクター選ぶんだ、自分を。お、なんだこれ、武田信玄っぽい。こっちは、こっちは女性か。なるほど。同じのがずっとなんだね。じゃあこれにしようか。で、名前決めてやりましょう。場所かな。どこで始めるか。ここ大人気になってるね。やっぱり人材投与とかどうなってるのかわかんないけど、関東、家康がいるここら辺とか、ここら辺あたりですよね。いい人材がいっぱいですけどね。でもどうしよう。端っこが好きなんですよ。こういう信長とか、三国志やるときに、信長だったら、こっちですね。鹿児島、島津あたりからしたいんだけど。南九州、中国ってなってるな。こっち選んだらこっち選べる。こっちの方がいいかもね。下の方が。いいかも。ボイスはないみたい。歴史の通り行くんでしょうね。斎藤道山とか兄の企みを指した大市場って書いてますね。こんなところで捕まるわけには。天使国色と謳われるお市を手にするのはこの俺様だ。おい、全然関係ないな。俺九州、四国地方だから俺のシナリオないのかこれ。信長分かっちゃって。でも俺だよね。肩払いたいわ。キャラクター的に。かたじけのうございます。あのまま捕まっていたらと思うと、本当に何とお礼を申し上げればよいか言葉もありません。
俺んとこに来たってことなのかな。え、南九州なんだけど。あ、俺んとこ来たんだ。南九州、四国なんだけど。選んだのおかしいな。ですが、あなたの城にまで被害が及んでしまいました。始まりとしてはいいですね。すべて私のせいです。ここまで来なかったら。はい、織田家の女の底力見せて差し上げます。今から一は殿の軍師としてごじゃるくさせていただきます。おお、謙信。ああ、説明ね。それでは殿、城内にいる斎藤軍を退けるためにホラ貝を吹いて我が軍の精鋭部隊を召集しましょう。あ、これか。なんかね、いい。今までやってきたゲームとなんか違う感じなのがいい。似てるのがね、多いんですよ、結構。なんか新鮮な感じはいいですね。やったことない感じのは。殿、上司として自ら戦を指揮するのは大変危険です。部隊を率いる大将を募りましょう。ガチャかな。右腕になる人が欲しいです。この3人の中だったら、まあ、秀吉とかが欲しいよね。部下にするんだったら。お抱えいただきありがとうございます。おお、いいじゃん。いいの赤備え出陣します。ここら辺がスキルなのかな。あ、現在の部隊の、あ、騎兵か。なるほど、そうだね。で、これは第3ターンから2ターンおきにランダムで敵部隊に対しか。3ターン目からね。 OK。 こちらは赤鬼の異名を誇る井伊直政様です。彼の助けがあれば必ず敵軍を打ち破れるでしょう。いいな、おまさん。今後はこの身を殿に捧げます。いいよ、これは。なるほど、ここから。いや、今んとこいいですね。新鮮な感じがする。今までこうやったことない感じで進んでいってる。まあ、どっかで結局あの城の中の内政をやんなくちゃいけなくなると思うんですけど、そこまでのこうつかみとしてはいいんじゃないですか。やっぱり日本の武将だから名前知ってる人が多くていいですね。婦人画面で井伊直政を首相に指定して出撃しましょう。全体の、あ、総速通兵100。なるほど、これあれかな、兵持てる数なのかな。攻撃力とかちょっとどれぐらいあるか見たかったけど、あの声が出してる信長の野望とか三国志とかもうずっとやってないので、もしこういうシステムだったらちょっと全然自分が分かんない。いや、でもこれいいな。今までと全然違う。武将3人セットできる感じになってるね、分断。こんな感じで戦うんだ。赤備えよ、敵を切り裂け。この程度か。強い。おお、やった。殿、斎藤軍を見事撃破しました。はい、鉄砲道場か。鉄砲ね、はい、あのね、こっちの方がいいな。この前光栄が出してた、さっき言った三国志新戦はちょっとね、この失礼ですけど古臭く感じちゃったんですよね。
こっちのがまだそこら辺改善されてる気がする。改めて申します、私は長年兄上に付き添ってまいりました。斎藤軍撃退のためぜひ私の力をお役立てください。あ、もう2章になっちゃった、早い。斎藤達夫家は目の前です。現在斎藤軍の本体に200人以上の足軽が配備されているようです。そう簡単に倒せる相手ではありません。足軽に強い兵士を派遣しましょう。なるほど、三国があるんだね。もちろん鉄砲隊です。兄上もこの武器を絶賛していました。あ、町づくりさせられるな、ここから。殿、天守閣のレベルを上げましょう。天守のレベルって30まであるんだ。時間は3分か。これが嫌なんですよね、内政させられるのが。ずっと思ってるのは、この内政は武将をセットして自動でやってくんないかなってずっと思ってますけど。はい、鉄砲で組んで兵作るのかな、これで。殿、天守閣のレベルが上がり兵士上限も上がりました。さあ鉄砲隊の訓練を始めましょう。これはあれだな、今までやってきたやつと似てるな。兵にレアリティまたこうあるみたい。鉄砲も1,2,3ってあるから、画面の左の方にね。貴様、一体これは何の真似だ。さっさとお位置をよこすがいい。鉄砲を出すだけね、ここで、うん、劣勢になってるよ。これで兵士を変えるんだ、鉄砲の隊。なるほど、優勢に変わった。全部鉄砲で出すんだね。赤備えよ、敵を切り裂け。兵がどれぐらいかで、その補充の仕方どうするのかがちょっと分かんないな。やった、これで2章終わりなのかな。忍者道場っていうのが、忍術道場かな。でかくないこの城、はい、はい、殿は先ほど誰にも渡さないとおっしゃいました。あのお言葉は偽りだと申すのですか。かたじけのうございます。一は兄上を疎んじているわけではございません。むしろ敬意を払っております。ですが夢を、浅井家が戦火に飲まれる悪夢を見たのです。それが頭から離れず。おお、いいね。殿、民たちが野党に襲われたようです。民の損害は我が軍の損害も同じ。決して見過ごすわけには参りません。今何かおっしゃいました。早急に野党を退治して私たちの財産を取り戻さないといけません。はい、これ
が外の民たちを襲った野党は忍術を使うようです。忍術野党と呼びましょう。忍術野党探す。あ、これは目標が忍術野党でしたら騎兵隊を派遣しましょう。なるほど、これが有利不利あるんだね。これなんだ、これ他の人だね多分。近いじゃん結構、他の人と城の位置が。殿、一括編成で素早く出撃陣容を決められます。いいね。俺に続け。馬になってなってるな。馬ね、動かせないな。忍術野党になってるね本当に。このマークなんだろう、このマーク。これは野党を退治するには武将をレベルアップしてください。武将のレベルアップには先ほど獲得した武将経験が必要です。武将経験ね。武将を、すごっ、これなんかすごくない ?1,2,3,4,5,6 まで 1,2,3,4 これレアリティなのかな。一番槍は俺がいただく。レベルはいくつあるん、あ、5まで、レベルは5まであるね。鬼とならん。負傷してまだ治療を受けていない兵士がいます。ここは一旦城へ戻って湯治場を建てましょう。なるほど、病院みたいな感じね。殿、湯治場を建設しましょう。はい、これ結構建設時間かかりそうだな。いろいろレベルが他今までやってきたゲームよりなんか高いんですけど、30とかなってるから、この30分のになってるから、他のね確か10とかぐらいが多かったんだけど。湯治場が完成しました。負傷した兵士たちを温泉に行かせてください。なるほど、ここか。はい、で治療するんだね。兵士早いよ。湯治場での治療には時間がかかります。相性の良い兵士で応戦すると負傷兵を減らすことができます。兵士の相性は任意道場で確認できます。任意道場ね。はい、はい、殿、斎藤家の竹中半兵衛が夜間に訪れ、現在は近くの森にいます。我が主斎藤辰興を破ったのはあなたか。数少ない兵力で自軍の数倍もの攻撃に耐えるとは敬服いたす。仲間なんないかな。辰興様の命はあなたの首、そしてお市様を奪うこと。単刀直入に申せば、あなたには天下を統一する力があると思っている。本当はね、秀吉のね部下になるのにね。織田信長が家督を継いだ際も小さな領主であり、尾張の国の掌握でさえ困難に見えたが、今では天下統一の道を歩んでいる。あなたは彼のように天下を統一する力を持っている。そしてその力を証明する必要がある。お手並み拝見といこう。あなたがいなくなればお市様は織田家との交渉の切り札になるまで、一人の武将を推挙いたす。彼はあなたが天下統一を果たす上で強力な助けになるでしょう。では準備を。私はこれにて失礼する。殿、危険すぎます。私が後を追い仕留めてみせます。何するんだ編集今度。いいね、ボイスがあるから話が入ってくるのが。どうも、まだまだじゃん。
上げないといけない。あ、他の上げないといけないんだ。上げて、どっちか。で、4かな。11分かかる。時短があるな。これを即、何を使うのかがわかんない。これか。これを使ってる画面の上の180ってやつの3を使うのかな？もうよくわかんない。使おうもん。で、4にしました。で、戻る。4にしたよ。あ、これをずっとやっていくんだね。チュートリアルが終わった感じなのかな？もしかしたら。これやったら、全部終わったら話がまた進んでいくはず。入場と城に出るときの読み込みが少し長く感じちゃいますね。自分は。この上のやつはね、この画面の一番上のこっちはなんかやってるイベントみたいな感じですね。今こういうイベントやってますよ、みたいな。これはなんだろう。服ってやつ。あ、年齢か。課金か、買える年齢が決まるってことかな？これで。あ、無料でもらえるやつがある。これは？これもあるじゃん。やっぱ見とかなくちゃいけないっすね。細かく。結構でも値段するんじゃない？意外と。1万2000円とかなってるんですけど。ソフト買った方が安いよね。お、なんだこれ。はいはい。1ヶ月間。なるほどね。あ、これもちょっと今までやってきたゲームに似てるなぁ。先に課金しといて、この天使のレベルに応じてまたもらえるんですよ。980円払うと、次天使がこの5になったらこれもらって、7になったらっていう、こう成長していけばもらえるってやつね。これが課金は分かった。この日、こっちは。あー、なるほどね。OK、分かった。ここだ。100になると褒美をもらえるんだ、この下のね。 OK。 ということはもうチュートリアルは終わったっぽい感じですね。これはログインボーナスかなみたいですね。ここら辺は効かない。ブーだけでは戦は制せません。あー、 SSR の島津がもらえるんだ。課金したらかな。初めてか。今は、保護期間かなんかですね。2日間、残り47時間36分はこの状態で、終わったら、なしになる。みたいですね。最初のつかみすごく良かったんだけど、早かったな、チュートリアル終わるの。もうちょっと続けてほしいわ。これなんだろうね。これ気になるんだよね。このマークが。なんだろう。この人もね、であるんだけど。これ他の人今、なんかやってるね、ずっと。戦闘やってるんでしょうね。これすぐ戦争になりそう、こんだけ近かったら。この手紙は、あれかな、事前登録とかの報酬。とりあえず、一括でもらうやつがないな。お詫びか。違うね。なんか事前登録系の報酬かと思ったけど、まあ、いいか。他は？あ、わかった。さっきの戦闘の報告だね。読みいらない。そうか。オッケー。資源、時短のアイテムと機能。これは？金か。こっちは？とりあえずガチャで武将を、あれガチャは、あ、こっちか、東洋だね。欲しい、もうちょっと兵が。これを使うんだ。これは、これ東洋剣があるけど使えるんかな。なんか使えるんじゃないこれ。こっちでいけるんじゃない？優秀な人
剤が欲しいよ、ここは。最初だから。あ、でもまあ、1、2、3、4、5、6、これはどれぐらいのレアリティかがわかんないな。OK、とりあえず、あれ？もう一回やるか。これで。さっきのいい直政と一緒だね。なんだろう、マーク。星じゃないんだけど。これもだ。1、2、3、4、5、6。ここら辺はあれだ。ちゃんと、こっちの、下の方で来てる。南九州、島津の方の。あと、なんか全体マップが見たいんだけど、それはどうやるんだろうね。やった。今出た。全体マップがこれなんだね。喋んなくなった、しかも。ああ、はい。OK。ボイスがないのがちょっと寂しい。こんな感じなんだ。俺の今の位置が分かりにくいな。ここだ。OK。ここだね。これで、なんか見れるみたい、全体マップ。ここにいるんだ。熊本あたり？なるほど。これ結構広いよ、マップ。こっちが確か人気だったと思うんですよ。ここら辺の関東あたりが。ね。こんな変皮なとこと思ってるかもしれないですけど、僕はこういうとこの方が好きですね。っていうか、むしろまだ、こっちの方が良かったな。もっと下の方が。ここら辺とかなんか空いてるもんね。行けるのかな？後々。こことか、ちょっと見たい。あ、いけるみたいだね。あ、人がいる。あ、いけるんだ、すごい。マップはこんな感じね。これだったら、あれだ、道とか関係ないですね。ずっと行けそう。いや、山とかはいけないけど、それ以外にこう、ちゃんと通れるとこ、どんどん行けそうな気がする。進軍して。こう言ってる人がいるよ。いや、悪くないですね。ただちょっと読み込みが長いのは気にはなりましたけど、全体と的には悪くないのと、あとちょっとボイスがなくなったのがちょっと寂しいかな。ちょっとまだまだボイスは欲しかった。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。